ねえねえ、どんな過ちを犯したの？シッ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 、とっとっとっと、それはね、意味深な始まり方、ハロウィンストーリー。リバースポーション、世界で最も悪質で恐ろしい、最も調合が難しいポーション。それを発明した過去300年で最も偉大な魔女なのに、それがヒロインだよね。私はこの世界について何も知らずにいた。無知であることを自覚すること、これも大事なことだけどね。幸い私の記憶喪失という証言を受け入れてくれたミオからこの世界のことを知ることができた。その上で手始めに私は自分自身が以前に記したというノートや書物に目を通してみた。まるで自分のこととは思えなかったけれど、以前の私は博識で古今東西あらゆることに詳しかったらしい。世界中を旅して100年に一度しか実らない珍しい果実や伝説の鳥の羽、竜の吐息などを集めたりしていたようだ。金持ちのたしなみ、コレクター。これは何？そして今日もヒロインに飲んだ翼と飲んだくれみたいな名前を名付けてプレイをしております。本棚を漁っていると一冊の分厚い手書きのノートが目に入った。最初の数ページには意味がよくわからない記号や薬草の絵が描かれていて、そこに失敗、危険、制御不可などの文字が赤いインクで走り書きされている。これはご主人様の実験の記録です。きっと役に立ちますよ。過去の努力の記録、実験。こんなに何度も試すなんて、どんな実験だったんだろう。これはミオは知ってるのかね。そんなことを考えながらページをめくっていくと、ノートの間から黄ばんだ地図が一枚落ちてきた。どうやらどこかの草原らしい。様々な植物が生えていて、周囲は茨で囲まれているようだ。地図の隅には人の顔がスケッチされていた。そのスケッチの人物は垂れ下がった絹の糸に囲まれながら優しい笑みを浮かべている。これはロタツ先輩？そう、今回はロタツルートを進めていきます。ご自身の人形のことはまだ覚えているんですね。完全に記憶を失ったわけではないようで安心しました。ロタツ先輩のこと人形って呼んでるの？いじめでは？陰口？ミオが飛びながら近づいてきた。世界を征服する魔女にはやはり助手が必要ですね。というわけで、何かとこのミオ世界征服させたがる。彼に会いに行ってみるのはいかがでしょうか。まあ、会わないことにはストーリー進まないからね。私は草原までやってきたのは決して魔女には助手が必要だからじゃない。茨の垣根を通り抜けて草原の屋敷の扉を叩く。心の中では次々に浮かぶ疑問が渦巻いていた。本当にここにロタツ先輩が暮らしているんだろうか。一人暮らしにしてはでかすぎる屋敷。こんな荒れ果てた、ずっと誰も住んでいなさそうな場所に。それにあの絵の中で彼の周りに描かれていた絹糸やミオの言っていた人形ってどういう意味なんだろう。悪口じゃないよね、人形。ダッチワイフ？ラブドール的な意味？屋敷の扉が突然開いた。いずれにせよ先輩に対して失礼。どこか寂しげな外とは打って変わって、まるでおとぎ話に出てきそうな美しい廊下が視界に飛び込んでくる。通り抜けるそよ風が心地いい。手入れのされた植物があちこちに置かれていて、午後の穏やかな日の光が花や葉を色鮮やかに照らしている。私たちの来訪を歓迎するようにバラがほのかな香りを放っていた。外観の割には室内明るめだね。ご主人様、こちらです。花の香りを気に入ったのか、小さな使い魔は朗らかな表情で私を廊下の先へと引っ張ってゆく。自然と歩調が速くなる。やがて見覚えのある姿が見えてきた。いよいよご対面かな。お、ロタツ登場。魂抜けちゃってない？まあ、人形とか悪口言っちゃったからね。というわけでもなく、本当に人形なんだろうね。廊下の先では一人の青年がお茶会用のティーテーブルに向かって静かに腰掛けていた。無表情。
淡い金色の髪が端正な顔立ちを縁取っている。彼の後ろにはドーム状の天井から垂れ下がったほとんど目に見えない絹糸に数えきれないほどの人形がつながっていた。あ、ロタツだけじゃないんだね。不意に妙な考えが頭に浮かんだ。目の前にいる青年もこの総演もお茶会用のテーブルセットも一言も発しない人形たちも、ここにある何もかもが長い夢の中で誰かに呼び覚まされるのを待っているみたいだ。魔法の力で動かすってこと？私は一歩一歩彼に近づいた。それはよく知っている顔だった。彼はとても穏やかな表情でまぶたを伏せている。周囲の世界のことは何も知らないでいるようだ。あなた様の人形でございます。あ、だから悪口やめろ。ラブドール扱いしてるのかね。まあ、だとしたらちょっと気まずいけど。私の視線が彼の指の関節に落ちた。彼の指はすらりとしていて美しかったが、関節にはつなぎ合わせたような跡がある。さらに上へと視線を向けると、私はそっと彼の服の袖をまくった。綺麗な服の下にある彼の肘にも球体関節がはめ込まれていた。連結部には木製の芯材も見える。よく見れば彼が座っているのはテーブルセットの椅子ではなく木製の車椅子だ。私は唐突に察した。バカバカしい考えかもしれないけれど、聞かずにはいられなくって、私は目の前の青年に釘付けになったまま後ろにいるミオに尋ねた。誰が彼を人形に変えたの？まあヒロインなんだろうね。ミオは得意げに笑った。いや、笑いどころじゃねえぞ。こんなことができるのはあなた様以外にはおりません。300年に一度の魔女だもんね。はあ、なんという天才的なお考えでしょう。人形にしてしまえば彼はあなた様の思うがまま。束縛の極み。興奮したミオの声にかき消されそうになりながら、私は小さな声で囁いた。ロタツ先輩、彼を起こしますか、ご主人様。まあ、それも思いのままってことだよね。この人形はもう長い間眠りについています。動くかどうかも確認してみませんと。機械みたいな扱い。ミオが興味津々にロタツ先輩に近づいた瞬間、先輩が突然目を開けた。あ、魔法関係ねえのかい。自分から目を覚ますなんて。ロタツ先輩はミオの驚きには答えず、少しだけ首をかしげて私を見た。エメラルドのように透き通った瞳には私の姿しか映っていない。私一筋？天井から垂れ下がった絹糸が周りにいた人形たちを音もなくどこかへ連れ去る。君が僕の名前を呼んだんだね。聞こえたよ。悪口まで聞こえちゃったんでしょうか。僕も君に会いたかった。なんかもうチャット GPT みたいになってるけど。彼の話し方はとてもゆっくりでぎこちなかったけれど、一言一言はっきり聞こえた。 AI と喋ってるみたいだよね。彼は最後にゆっくりと微笑みを浮かべる。久しぶりだね。目の前の事実を私は認めざるを得なかった。ロタツ先輩、いや人形ロタツ、いやラブドールロタツこそ私の実験の産物なのだ。あの分厚い手書きノートの中身はほとんど私が彼を人形にするために行った数々の実験のメモだった。実験はすべて失敗に終わっていたけれど、目の前にいるロタツは、まあ、失敗作には見えないけどね。ティーテーブルの向こう側に礼儀正しく座って静かに私を見つめている。ミオによるとリバースポーションを除けばこれは私の最高傑作だという。リバースポーション、人の感情を逆転させるという飲み薬だよね。それに次ぐ傑作。私は本当にロタツを独占するために彼をこんな風に変えてしまったのだろうか。とんでもねえ独占欲。どうしたの？何か
心配事でも？ロタツらしくよく気がついてくれる。けれど彼の短い言葉とぎこちない喋り方に私は罪悪感に苛まれた。人形の体は不便なんじゃ。私が言い終わる前にロタツがふっと微笑んだ。天井からカラカラと物音がして車椅子につながっている絹糸がかすかに張る。すると車椅子がゆっくりと私の前に滑り出してきた。不便ではないよ。ロタツは私に手を差し出した。近くに来てと言っているみたいだ。彼の指と腕の球体関節が目の前にさらされる。こんな姿になっても彼の瞳は変わらず優しくって穏やかだ。その目に見つめられて私は一瞬反応することを忘れてしまう。そんな私に彼が問いかけた。もしかして人形の体は嫌い？まあこれ急に聞かれて嫌いとは答えられないとは思うけど。そんなことない、間髪入れずに。我に返った私はためらうことなく彼の手を握った。陶器のようなその肌は触れた瞬間ほんの少しひんやりとした。君が嫌でないのならそれで十分だよ。彼の手に力がこもり私は彼の胸に抱き込まれた。アンバーを思わせる樹脂の香りが優しく私を包み込んだ。アロマとかであるよね、アンバー。大人の香り。え？ロタツは微笑む。絹糸が車椅子を操り私たちを廊下の奥へと連れて行く。柱に刻まれたレリーフやドーム天井の装飾、それに外の花畑が次々に私の目に飛び込んでくる。私の頭の中もお花畑。彼は立ち上がることなくこの屋敷のすべてをコントロールできるようだ。こんなドライブ初めて。ドライブデート。ロタツが笑った。教えてくれないか。僕は君のために他に何ができる？彼はどこからともなく垂れ下がってきた小枝を手に取ると私の髪に刺した。ポーションを作る助手が必要なんだろ？教えて。何でもするよ。何でもとか簡単に言うけど。そして記憶を失った魔女の私よりもロタツの方がよっぽどポーションの作り方に詳しかった。彼は私を庭に連れて行った。たくさんの植物が生えていて私が採取したことのない珍しい薬草まである。ロタツはここの植物は成長がとても早いからいつでも自由に取っていいと言ってくれた。彼が薬草を丁寧に粉末にしてそれを薬液と別の容器に入れて一つ一つラベルを貼っていくのを私はずっと見ていた。販売業でもやってます？そのうちに言葉にできない感情が心の中に湧いてきていた。ただミオだけが私たちの協力関係に異を唱えた。ご主人様、何かおかしくありませんか？水を差すね、この二人の関係に。毎日声高に世界征服を叫ぶこの小さなモンスターが珍しく真剣に物申す。私は軽く笑った。世界征服をしろっていうことほど変なことはないと思うけど。あの人形の虜になってはいませんよね。あ、なるほど、そういう展開か。人形にとっての人形にこっちがなっちゃうんじゃないのかっていうこと？彼は人形でしょ？妖怪じゃないんだから。だいたい彼を助手にしろって言ったのはあなたじゃない。なんかシングラリティ的なことが起ころうとしてるんじゃないの？それはそうですが、ここがこんなにもおかしなところだったなんて知らなかったんです。何を話しているの？いやもう果たしてどちらが人形なのかねっていう話になりそうだけど。背後からロタツの声が聞こえた。一瞬何かに引っ張られたかのようにミオが私から引き離される。ミオが必死に背中を指さしている。そこには一本の透明な絹糸があった。ここはロタツのホーム。この糸を見てください。やっぱり変ですよ。変？君もそう思う？
ロタツは前より滑らかに話せるようになった。優しい口調の中にいたずらっぽさを感じさせることもある。いや、この中で自立して成長してるんじゃないの。美味しそうなデザートが目の前のテーブルに並べられる。だからほんとチャット GPT みたいな感じでさ、 AI が学習して成長していっている、そんな感じに近いんじゃない。変なんてことは。ロタツは視線を落として微笑んだ。ティラミスだよ。食べ終わったらポーションを作ろう。私が返事をしようとした時、糸から抜け出したミオが私の前に飛び込んできた。ダメです、これ以上騙されてはいけません。ここは絶対に変です。悪い男に騙されちゃダメって言ってくる親友みたいになってるけどね。まあ確かにイケメンで清楚で騙されちゃいそうな感じではあるけど、ダメなことなんてないでしょう。ダメ女感出ちゃってる。私はロタツが何をするつもりなのか知りたくなっていた。知ることで彼に対する罪悪感が薄れると思ったのだ。まあそっか、ロタツに対して自分の思い通りにっていう形で人形にしてしまったから、ロタツのわがまま聞いてやる義理がある、そんなところなのかな。ティラミスの濃厚な甘さとほんのりとした苦味が口の中に広がる。私はふとこのお菓子の名前に込められている意味を思い出した。私を連れて行って、まあ、直訳すると、まあ、私を持ち上げてみたいな意味から、まあ、私を天国に連れて行って気分を上げてみたいな意味、まあ、そこから意訳として私を連れて行ってみたいな意味合いで捉えられがちだけれども、ご主人様を取られるなと人形たちがひそひそ話をしている。ご主人様は僕だけのもの。ご主人様のことが大好きなんだ。それの何が悪いの。これきっとティラミスの私を連れて行っての意味に気づいてのことなのかね。ロタツのティーテーブルは私のポーション調合机になっていた。人の机。ポーションに使う材料は種類が多くて調合の仕方も複雑だ。ほんの少しさじ加減を間違えただけで最初からやり直しになってしまう。ロタツが手伝ってくれるものの、なかなかうまくいかず失敗を繰り返していた。ミオに見られたらなんて言われるか。いや、ミオとしては人形の言うことばっか聞いてるとそっちが人形になっちゃいますよっていう話じゃないの。私は不意に思い至り口をつぐんだ。ミオの姿をしばらく見ていない。これはきっと背景のこの熊のぬいぐるみみたいに吊るし上げられちゃったんじゃないの。反対意見言ってたもんね。ミオはここから出て行ったの。うん、僕がお願いしたんだ。本当にミオの意思になってるそれ。ロタツは平然と私を見つめる。私の反応を待っているみたいだ。まあでもミオはミオで世界征服をそそのかすようなやつでもあるからね。私は一つうなずいて彼に手を差し出した。まあそういった点ではロタツの味方をするべきかミオの味方をするべきかっていう目線はそれぞれあるとは思うんだけれども、あとはムーンストーンの粉を入れるだけだね。理由を聞かないの？どっちが正義なのか。私は笑顔で首を横に振るとロタツから粉を受け取った。物を受け取るみたいな、これ合法だよね。それは今回の調合で加える最後の材料だった。入れた瞬間、容器の中の液体に変化が現れる。様々な材料が混ざり合った液体が渦巻き、泡立ち、複雑な色をしていたそれが徐々に透き通って完全に透明になる。成功した。あの使い魔はリバースポーションが完成したら君はここから出ていくって言っていたけど。でもそういうやりとりはあったわけね。これはリバースポーションじゃないの。ロタツの動きが止まり、怪訝そうな表情で私を見た。リバースポーションよりももっと大事なことがあって。手を出して。私はロタツの陶器のように滑らかで冷たい指を握ると、出来上がったばかりのポーションを彼の指先に垂らした。
透明な液体が廊下に降り注ぐ光を反射して涙のように輝く。これは？ノートに書いてあったの。人形は肌の感覚がとても鈍いって。このポーションがあれば、あなたの手はもっと繊細にものを感じ取ることができるはずだよ。まあ、誰のせいで人形になったのかっていうところはあるけれども。ポーションが指先に触れても、ロタツの手は何の反応も示さなかったが、私が言葉を終えた瞬間、彼の指がかすかに震えた。あ、気使って反応を示してくれてる？え、でも成功したんだよね？つまり、ポーションを作っていたのは、ここから出ていくためではなくて。ロタツの口調はどこか間違いを犯したかのようにうろたえていた。これミオのこと吊るし上げちゃったんじゃないの、勘違いして。彼は手を持ち上げて私の頬に触れようとした。けれど何かを恐れているかのように頬の手前でピタリと止まった。ミオを殺めた手で触るわけにはいかない、汚れた手でっていうこと？まあ殺めてはいないと思うけど、そう信じたいけど。僕は、私は彼の手を取って彼の手のひらを自分の頬に当てた。私のこと感じられる？ロタツは何も答えない。いや、それ以上に罪悪感がっていう考えがそこに至ってないんじゃないの？感じられないの？材料の配合に問題があったのかも。もう一度試して。いや、そういうことではない、多分。感じられるよ。彼は私の言葉を遮ると一歩踏み出し、ゆっくりと慎重に私を胸元に抱き寄せた。怖がらせまいとするかのように耳元にささやく声がとても低かった。正確な体温はわからないけど、君をちゃんと感じられるよ。どれくらい時間が経っただろう、廊下から不意に小さな物音が聞こえてきた。人形たちがこっそりと私たちの様子を伺っていたのだ。そよ風が彼らのひそひそ声を運んでくる。これよく思ってないっていうことなんだよね。ロタツが取られちゃうっていう目線で見てるはず。あの子たちなんて言ってるの？陰口？悪口？しばらくそっちに意識を向けていたロタツが私に微笑みかけた。君のために新しいダンスを練習したそうだよ。呪いのダンスじゃないよね。今夜彼らのダンスを見せてもらわないかい？これで洗脳させられちゃうというか、そういう感じ？どうなんでしょう。いや、かっこいいスチルだけれども。満月が空高く上がった頃、私はホールに招かれた。ホールの中央に立つロタツの周りで無数の細い糸が銀色に輝いている。月の光にも似たそれはロタツの動きに合わせて静かに揺れ動いていた。長い長い月の光の先では人形たちが私たちを囲んでいる。洗脳されちゃう。見て。並んだ人形たちが糸に導かれるようにして優雅なステップを踏む。踊りが苦手な人形たちは傍らでハープや名前のわからない弦楽器を奏でている。私の前には豪華なお菓子とお茶が並べられた。ハロウィンパーティーってことかな。まるで夢のような人形たちのパーティーだ。こんな素敵な夜にどんなお礼をしたらいいだろう。向こうは悪意かもよ。ダンスが終わった後、私は小さな声でロタツに聞いてみた。この子たちに何かお礼をしたいんだけど。ロタツはじっと私を見つめて聞き返す。今夜のパーティーは気に入った？質問を質問で返す。私がうなずくと隅の方にいた人形が嬉しそうにくるりと回った。これは本当に心から嬉しそうにでいいのかな？それだけで十分だよ。いい夢を。これロタツが操って嬉しそうにしてるっていうだけなのかな？どうなんでしょう。私は永遠の命を持つ魔女。私は世界中を旅して100年に一度しか実らない珍しい果物や伝説の鳥の羽、竜の吐息などを集めている。金持ちのたしなみね。
ダメ。これもダメ。私は貴重な材料の入った箱を投げ捨てた。物に当たってこれ好感度ゲージ下がっちゃうんじゃないの？内部パラメーターあるかもよ。ロタツが近づいてきて慣れた手つきでそれらを拾う。また材料に当たり散らして。ほらこれ好感度ゲージ下がったよロタツの。だって役に立たないんだもの。そんなことないだろ。ローズマリーの葉は頭をすっきりさせるポーションに使えるし、フェニックスの尾羽は魔法具に魔力を付与することができる。それに。でもあなたの寿命を伸ばすことはできないでしょ。私は彼の言葉を遮った。そしてあの分厚い手書きのノートを開く。これだけたくさん実験したのに、あなたを危険にさらすことなくずっと一緒にいられる方法が見つけられないなんて。このノート、人形にするためのノートではなく不老不死の薬を作るためだったんだね。ロタツが仕方なさそうに笑った。その笑みは人形の時よりも生き生きとしている。ロタツが人形になる前の回想シーン。人間は本来永遠の命を得られないものなんだよ、まあだからこそ、期限があるからこそ一つ一つの行動に価値が生まれるというかね。まあそれが人生だよね。けど私はあなたとずっと一緒にいたいの。ロタツは笑いながらそっと私の頬に触れた。彼の柔らかい指からはっきりと熱が伝わってくる。人間らしさ。じゃあ約束するよ。君と一緒にいられるよう最大限努力する。重い約束したね。いや、これを叶えるためにっていうことか。始まりは私のわがままだった。ロタツが本当にその約束を実現するなんて思ってもみなかった。いや、これロタツ側からっていうことか。彼が人形の姿で私の前に現れるまで。いや、ヒロインからの束縛の極みって俺言っちゃったけど、向こうからの執着もすごいわけね。まあナイスカップルではあるわけね。何度も聞いたあの美しく優しい声がぎこちなく変わった。いや、この自己犠牲の精神、ロタツらしさではあるけど。君の記録を読んだよ。あのノートね。人形の体は感覚の一部を失うってけれど、この姿ならずっと君のそばにいられる。私は力いっぱい首を横に振った。言いたいことがあるはずなのに何も言葉にできなかった。これは夢の終章。夢の最後に彼の声が響いた。いや、まあこれはどうなんだろうね。君がここに来てくれるなら。ロタツにとっての幸せがそこにあるから、その選択をしたっていうことでしょ。僕はいつでも目を覚ますよ。ずっとあの屋敷で待ってたわけか。まあ、人形になったことでここからは動けなくなったってことだよね。絹糸に、まあ、吊るされているから動けるっていう状況なんでしょう。私は目を覚ました。あたりは明るく、とても静かだ。草原にロタツの姿は見当たらず、あれだけあった人形たちもどこにもいない。ってことはあの人形たちっていうのはロタツの分身というか、寂しさを紛らわせるための存在だった、そんなところかな。共に過ごしたこの数日は夢だったのだろうか。昨日の夜の華やかなパーティーは夢の終わりを意味していたんだろうか。ガラーンとした草原の中で私は少しずつ理解する。ロタツは自ら人形となり、この広い草原でたった一人ひっそりと暮らしていたのだ。ご主人様っていう風にミオから呼ばれているのを見て、そこに嫉妬をしたっていうことか。まあだからその分身からの目線っていうのもあったわけね。ティーテーブルに手紙が置いてあった。置き手紙。植物たちのほのかな香りに包まれながら、私はロタツの美しい筆跡を見つめる。文面からは彼の気遣いと優しさがにじみ出ているように思えた。
ごめんね。君の使い魔を追い払ったのは、その使い魔に他の誰かの印が残されていたからなんだ。そのせいで君に何か悪いことが起きたらと思うと、それと君のそばにはずっと僕だけがいればいいって願うわがままでもある。でもね、君のそばにいることが僕にとっては生きる意味なんだ。その逆は成り立たない。いつまでも君のそばにいられる永遠の命と引き換えに、人形の姿でこの荘園の中で暮らすことは僕自身の選択だ。君にとっての足かせや障害になるべきじゃない。とても名残惜しいけど、そろそろお別れを言う時間みたいだね。自分のやるべきことをするんだ。すべてが終わってから僕の過ちを責めたって遅くないんだから。いや、まずね、ずっと荘園って言ってたけど、荘園が正しい読みだったんだね。まだこれスクロールあるってことは文面、あ、ないね。最後みおって言ってくるかなと思ったら台無し。いや、この手紙は重みがあるよ。ロタツ。その呼びかけに答える声はどこにもない。まあこれは罪悪感っていうところから姿を消してっていうのと、まああとは感覚を取り戻させたっていうところが人形化した、まあそれによって手に入れた永遠の命っていうところにほころびを、まあ、見出したみたいなところもあったのかな。そばには小さな木箱があった。中にはリバースポーションに必要な薬草が入っている。彼からのプレゼントだろう。荘園を離れるとミオが待ち構えていた。ご主人様、やっと見つけましたよ。ご主人様、生きておったか。そして吊るし上げられてもいなかったのかな。ミオは私が持っているポーションの材料を見て驚いたが、すぐにその表情を大げさな尊敬に変えた。あの人形のそばにいたのはその戦利品のためだったんですね。まあ世界征服さえできればっていうのがミオの目線でしょ。あのホールはかなり手強い場所でしたからね。話し続けるミオに構わず私はうつむいた。そよ風がまるでため息のように私の耳元を撫でる。手強いか。そうですよ、偉大なるご主人様だからこそあの危険な場所から無事に戻ってこられたんです。私はそれには答えず振り返ってあの荘園を見た。ロタツは現れなかったけれど、彼はきっとここで待っていてくれるはずだ。私がポーションを完成させてもう一度ここに戻ってくる時を、その時はきっと彼にこう言おう。ロタツ、あなたってば私に対して時々優しすぎるんだよね。いや、時々どころではない。というのがロタツルート。永遠の愛を求め合った結果がロタツの人形化に至った。でもこれがロタツの意思だとしても、ロタツだけが犠牲になったわけではなくって、ヒロインも永遠の犠牲を背負ったことになるんだよね。まあ分かち合うという意味でもあるとは思うんだけど、自然の摂理に反した分常に引っかかりを抱え続けなくてはいけないわけで、よどみなき幸せなんてものはそもそもないのかもしれないけど、本来望んでいる方向性ではないんだろうね。で、リアルタイムでご覧の方は要件ルートも踏まえた状況だと思うけど、各キャラルートを経て画面一番下の共通の終章でどう集約されて完結するのか全く予想できないよね。ひとまず究極のラブドール、ロタツルートはここまで。次誰ルートをやるかはまだ決めていないけど、
今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。もしよかったら高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。またの動画もお待ちしております。